成田山新勝寺成田屋は、歌舞伎役者の屋号。歌舞伎における屋号の始まりと言われる。初代市川段十郎の父、堀越十三は、成田山新勝寺にほど近い地の出身で、新勝寺とは少なからず縁があった。子に恵まれなかった初代段十郎が、この父ゆえんの成田山に子宝祈願をしたところ、見事よく元独元年に二代目段十郎を授かった。 この子は健常でスクスクと成長したので、初代團十郎はこれに放射して、元禄八年三存座で、成田不動明大山を上演。これが大東で、舞台には、ゼに十巻もの再戦が投げ込まれ、大向こうからは、成田屋。という掛け声がかかったという。これが、成田屋の屋号の由来である。元禄十六年四月二十一日は、成田山の出外長に当たったが、この時も、 初代男十郎は御会長に合わせて森田座で成田分身不動を初演した。これがまた大当たりとなり、以後初代男十郎と成田さんの提携が続く。成田屋に宣伝された成田さんは一躍、江戸っ子に人気の参拝地となり、地元経済は大いに潤った。成田山もでの参拝者で溢れる桜街道の名が成田街道に変わってしまったのもこの頃からである。 こうして、成田山新勝寺の合理益が、成田や市川段十郎家の成功を導き、その成田屋の繁栄が、成田さんの霊言をますます新たかにしている、という、持ちつ持たれつの関係が築かれ、これが300年を経た今日にまで引き継がれているのである。成田屋の代表的な妙跡には、以下のものがある。かつては限られた皇帝が、 成田屋を名乗ることもたびたびあったが、近年ではそうした例も稀になり、今日ではもっぱら、市川宗家が占有するような屋号になっている。なお参考までに、縄文も合わせて記した。初代、市川段十郎。ありがとうございます。